第33回主要国首脳会議は2007年6月6日から8日にドイツのハイリゲンダムで開催された主要国首脳会議。開催地にちなみハイリゲンダムサミットとも称される。投資、技術革新、持続可能な開発が主な議題とされ、地球温暖化対策として2050年までに温室効果ガスの排出量を少なくとも半減させる。 ことを真剣に検討することが合意されたまたアフリカ向けのインフラに関するコンソーシアムの設立が合意された日本国総理大臣の安倍晋三の意向を受けて議長総括に北朝鮮による日本人拉致問題の解決が盛り込まれたサミット出席者を紹介する地元ドイツの新聞3紙が安倍晋三の顔写真の代わりに農林水産大臣 赤木徳彦の顔写真を誤って掲載した。2007年6月7日までに14万部以上が配布されたが、読者からの苦情は一件もなかった。また、第33回主要国首脳会議で激論となった、環境問題の討議を風刺した漫画が、ニュースウィークに掲載されたが、その漫画では、安倍晋三が見当たらず、その代わり、サルコジラ各国首脳に混じり小泉純一郎としか、 思えない髪型の男性が描かれている。2007年6月7日、ドイツ、メクレンブルクイコールフォアポンメルン州ハイリゲンダムに集まった G8 の首脳ら2007年5月30日、ドイツ、ブランデンブルク州ポツダムに集まった G8 の外相ら出席首脳の一覧、青鉛筆、朝日新聞朝日新聞社東京本社、2007年6月8日、ありがとうございます。